ブロフェルドキーボード。これね、ブロフェルドってこうデスクトップ型のやつがありましたけど、今度新しくこのイタリア製のね、これ鍵盤タッチが抜群にいいんだけど、この鍵盤がついたブロフェルドキーボード、これをご紹介したいと思いますね。中にもね、いろんな音色が入ってますよ。例えばね、こういうね、こうぶっといこうモーグ系ソロとね、このピッチベンドとね、モジュレーションホイールがここにあるのが使いやすいですね。いい感じですね。昔の PPG のこのベル系のサウンドとかね、こういうコード系の、こういうのもいい感じでね、ありますですね。とか、こうアルペジエーター系ね。ようございますね。例えばこういった音も、なんかどっかで聞いたことあるような。抜群にいいね、本当。非常にね、多彩な音色がいっぱい入ってますね。素晴らしいフィルターの感じだね。もうキーボードとのマッチングがもう最高。でね、今回新しくなったのがですね、まあこういったね、シンセ系の音種がもちろんなんだけど、今回ね、新しく PCM サンプリング系のね、サウンドが入りました。ね、ウォルドフというと、バーチャルアナログとかね、ウェーブテーブルの波形が ありましたけど、今回ね、 PCM 波形、例えばこれピアノ系ね、内蔵のね、60メガの波形のところに PCM 波形がね、山ほど入ってます。いくつかね、紹介しましょうか。今ピアノだったでしょ。次ギター、ギターのサウンドでございますね。とか、こういったチターの音とかね、オルガンの波形もいい音してるんじゃない、これ。これクワイヤーのサンプリング波形、非常にクオリティ高いですね。フルートね、マリンバ、フレンチホルンですね、カリンバとかね、チューブラベルとかね、もうこのように山ほどいっぱい波形が入ってます。この金物系のね、ドラム系の音色とかね、もう入ってます。サウンドという感じで、いい感じでございます。
ですね。いいですね。新しくなったオルドフね、素晴らしい。もうね、皆さんもぜひこの辺を使ってですね、いろんな音色にチャレンジしてもらうといいと思いますね。